この看板の画像については海外のツイッターの方でも議論されていたのですが、よく見るとね、日本語で探してますと書かれているのがね、読み取れるんですよ。その上にはね、グレーの猫のイラストが描かれていると。大人も子供もお姉様、ごきげんよう、ゴールド。はい、ということで、まあ、今回もね、ちょっと面白い考察っていうのが、まあ、一つ見つかりましたので、まあ、動画にしたいなと思うんですけども、様々なねキャラクターの続投っていうのが危ぶまれる中、今回ね、一匹のキャラクターがもしかしたら出るんじゃねえかなというね情報を見つけました。まずはね、この間の集まる動物の森ダイレクトのこちらの映像をご覧ください。まあ今見ても何のことみたいなね、まあ、方もいると思うんですよ。で、一見ね何の変哲もないこちらの映像なんですが、共通している部分として1枚のね看板が確認できます。で、この看板の画像については海外のツイッターの方でも議論されていたのですが、よく見るとね、日本語で探してますと書かれているのがね読み取れるんですよ。その上にはね、グレーの猫のイラストが描かれていると。そうなるとね、ここの探していますというね単語、そして猫のイラストから推察するに、一匹のキャラクターが登場するのではないかと浮上してきました。それがこちらのマイコちゃんです。マイコちゃんはその名の通り迷子の子猫という設定のキャラクターで、おいでよ動物の森以降の作品に登場しており、もともとね、おいでよ動物の森と町へ行こうよ動物の森では迷子ちゃんという名前でした。そして迷子ちゃんという表記の段階では、迷子ちゃんを探すお母さんとセットになって登場していたんですね。この迷子ちゃんは代々通信プレイでのみ登場するキャラで、おいでよ動物の森、町へ行こうよ動物の森時代では、迷子ちゃんとお母さんを引き合わせることで後日プレゼントと手紙がもらえるといったような、まあ、内容でした。飛び森でも通信プレイという点は変わらないのですが、迷子ちゃんは一人旅をしているという設定に変わっており、お母さんの存在はそれ以降の作品では確認できていません。まあ、別のゲームであるね、大乱闘スマッシュブラザーズの機能ではお母さんの方も出てきてはいました。そんな迷子ちゃんは現在出ている情報ではあつ森への登場が分からず、そもそもがね通信プレイでのみ登場するという、まあ、特殊な登場方法のために解雇されたんじゃねえかなとは思っていたのですが、今回ひょっとして舞子ちゃんを探しているお母さんの張り紙なのではと思われる看板が設置されていることから、可能性がゼロではないとね考えられます。もしかしたら看板自体が自由にデザインできるもので、まあ、このようなねデザインが用意されているっていう可能性もありますが、とはいえ色は違えど猫のキャラクターで迷子のキャラクターとなると、どうしてもね動物の森ファンにとっては舞子ちゃんを想像してしまいますよね。ただ現状が島と島を行き来するというコンセプト上、どうやってここに迷い込むんだっていうね、まあ、疑念が拭えないんですけども、特定のキャラがね差し替えになっている状況で、
もしもね、情報が出ているジャスティン、レックスが魚政と亀山の息子だとした場合、舞子ちゃんが今度はお母さんとなり、息子か娘でグレーの子猫が出てきても、面白いのかなと思っています。舞子ちゃん自身が他のどんなキャラ以上にも旅人なところを見るに、可愛い子には旅をさせよう精神が染みついていても、おかしくなさそうなので、まあそれで迷子になっているのはこの親にしてこの子ありっていう感じで仕方ないかなとは思います。そんな一枚の看板から舞子ちゃんの考察っていうのをしてみたのですが、実際問題ね、舞子ちゃんは今作で出るのかということに対しての個人的な考察なのですが、過去作の通信を介しての登場人物が複数いる中で、出るとしたら一番舞子ちゃんが濃厚なのではないかなと思っています。そこに関しても、実は舞子ちゃんって動物の森の中では結構な人気キャラでして、ポケモリでも舞子ちゃんが登場するところを見ると、任天堂が舞子ちゃんの CG モデルを用意しているのが考えられるんですよね。現状 3DCG をポケモリ用に用意して厚盛りでそれを使用しないという手は、考えられないかなとも思っています。そういったシステム的な部分でも考察するに、この看板がたとえね関係がなかろうとも、舞子ちゃん自体は登場するのではないかというのがね、僕自身の考えです。で、今回ね、舞子ちゃんの考察っていうのもしたんですが、他にもね、ちょっと気になる情報っていうのがありまして、そこもね、小ネタとして挟んでいきたいなと思うんですけども、こちらのね、ミステリーツアーでのこの飛行機の画像を見ていただきたいんですけども、この飛行機の色、よく見るとね、赤いんですよ。で、現状ね、他にも飛行機の色っていうのが出てきてまして、もしかしたらね、この飛行機も、まず色が選択可能だったりとか、その後に色を変える機能っていうのが出てくるんではないかと。で、この色を変える際に、じゃ誰がリメイクするのかとなったら、今のところね、リメイク候補としては、まずはね、動物の森、おなじみのリメイク屋である改造。こいつがね、ありえんじゃないかなとは思うんですけども、こういったような機体の塗装に関しては、もしかしたらね、OK モータースのキャンタロウ、ピンチアン、グーさん、あの辺も今回の厚盛りで登場する可能性っていうのはありますよね。今のところ、そのポケモリで出てきた新規キャラである、この OK モータースが、この厚盛りに絡んでくるのかっていうのもね、現状謎なんで、そういった形でポケモリのキャラクターが厚盛りに登場するっていう可能性も全然あり得るのかなと。そうなったらね、このダルの機体っていうのは今のところね、全部シンプルな形なんですけども、いろんなね、カラーとかデザインとかも変えられてくんじゃないかな。それだったらね、もう本当に人それぞれの個性っていうのが出てくるんで、めちゃくちゃ面白い要素かなと思うんですけども、R パーカーズ VS OK モータースの企業争奪戦ですよ。どっちがね、仕事を取ってくれるのかっていう、そういう部分とかもね、いろいろとちょっと目を凝らして考察などもしておりますのでね、ぜひともね、今後もちょっと熱盛発売までに向けてね、いろんな考察はしていきたいなと思います。ぜひともね、皆さんもね、こういったことが考えられるんじゃないかみたいな考察ってめちゃくちゃ面白いんで、今回の舞子ちゃんだったりとか、この OK モータースが来るのか R パーカーズが来るのかみたいな問題とかもね、気軽にねコメントの方でね、いろんな議論とかしていただければ面白いんじゃないかなと思っております。ぜひともね、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。ということで、ゴーラでした。またね。親愛なる同志諸君、動画の視聴誠に感謝する。未だチャンネル未登録の者は左のシンボルアイコンよりチャンネル登録をお願いしたい。
君が動画を求める限り、コアラズゲームショーは YouTube に存在し続けることをここに宣言する。